天平文化と大陸。奈良時代には、中央集権的な国家体制が整って、富が中央に集められ、平城京を中心として、高度な貴族文化が花開いた。国家の保護のもと、仏教が発展し、この時代の文化を、聖武天皇の時代の年号をとって、天平文化という。当時の貴族は、 剣闘士によりもたらされる唐の進んだ文化を重んじたので天平文化は唐の文化の影響を強く受けた国際色豊かな文化となった。